あたけパーキングエリアは、石川県小松市飛沫町にある、北陸自動車道のパーキングエリアである。あたけスマートインターチェンジを併設する。福井方面のみのスマートインターチェンジが設置されている。下り、福井方面からの出口福井方面のみのスマート IC が設置されており、2008年3月23日から、福井方面のみのスマート IC 社会実験を開始。 2009年4月1日から本格稼働している。これは福井県や経済団体から小松空港へのアクセス改善の要望により開設したものである。石川県道20号小松加賀線に接続する。これに伴い、これまで片山津インターチェンジを経由していた福井、小松空港間の連絡バスがトースマート IC 経由に変更されたが、これは定期路線バスでは 全国初の例である。なお、福井方面への上り線は PA から本線へ流入するランプウェイと合流しており、福井方面からの下り線は PA へ流出するランプウェイの途中で分岐していることから PA を利用してからスマート IC を使って一般道へ出ることはできず、また一般道からスマート IC へ入ってから PA を利用することもできない。 2020年3月29日に運用時間がそれまでの6時22時から24時間に拡大された。これは小松空港の運用終了時間が21時30分までだったのを同年3月29日から1時間延長され、これに対応するための措置でもある。運用形態などアタケスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。